はい、今回は2023年11月の X デイについての憶測ということでお話ししていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、このような話っていうのはですね、興味がある方が多くいらっしゃってえ、たまにあの僕も聞かれるんですよ。で、僕はあの予言者とかではないんでね、何もわからないんですけれども、え過去の法則からですね、えー、まあこのある数字の日に、 何かが起きるまあ、そういった。まあ懸念というかまあ、そういったことがあるので、まあ、準備えしといた方がいいんじゃないかとまあ、そういったことでですね。まあ、1つの可能性ということでえお伝えしていこうと思います。まあ、最初にお伝えしますが、まあ、信じるか信じないか、あなた次第ということでねえー。あのこうなっては良くないですし、あのまあ、そうなんですけれども。 もしかしたらあそうかもしれない。あるいはですね、まあ、ちょっと表現もどうかと思うんですが、まあ、気づくか気づ,気づかないかっていう、まあ、そういったところであったりするかもしれないっていう、まあ、話なんですね。で、今、2023年の11月になりました。で、このですね、何かがあるかもしれない、いわゆるこの X デーの可能性っていうのは、その何か起こる日、あるいは起こす日のですね、数字の合計が18、ま666、あ、っていうね、 まあそういったものが関係している可能性が非常に高いわけですよ。で、2023年の11月のこのですね、18になる日はどこにあるのかっていう、まあ、そういったことを考えたり、まあ、そういうことを思う人ってのがいらっしゃるんですね。ただあ、あるんですよ。ちょっと近いんですけど、2023年の11月9日ですね、2023年の11月9日っていうのの、この数字をすべて足すとですね、2足す、2足す、3。 たす一たす一たす九で十八になるっていうことです。で、何がああ起こるのかっていうのはわかりません。で、そういうことはわかりませんが、まあ、こういうことは考えられるんで、ちょっと準備をしといた方がいいかなと、まあ、思うっていうことで。 でもしですね、揺れる可能性っていうのがありますから、あ揺れるとですね、家の中で、えー、ね、その何か上から落ちてきたりするといけないので、家の中のね、その、まあ、揺れる可能性のあるもの、落ちてくるもの、可能性のあるものはですね、きちんと固定した方がいいと思うんですよ。まだ時間がありますからね、数日。で、これっていうのも真面目な話なんですが、人間っていうのは塩と水があれば、 なんとかなるということはわか分かってるんで、えそれに備えてまあ、塩と水を用意しておくことが必要だと思います。だからこういった話をしてですね、えまあ、何かしらねおかしいことを言うわけではなく、もしかしたら可能性として考えられるかもしれないと。えつまりじゃあどうしたらいいのかっていうまあそのまあ、対策と言っていいのかわかりませんが、対策としては。 家の中で揺れる可能性のあるものを固定すると、で、塩と水を用意すると。で、用意するって言っても、そんなね、大掛かりに用意できないじゃないですか。だから、塩とまあ水を、まあ、ある程度。 まあその家の中に置けるスペースぐらいにしておけば、もし何かがあってもその生き延びられること、なんとかなる可能性があるということなんですね。でこれ、あの別に僕だけじゃないですけど、この考えについて言ってる人おりまして、この2023、1109ですよね、2023年の11月9日はですね、実はこの1109の方ですね反対側にひっくり返すと、0を省略して、911となるんですよ。うん 何かかああるる可能性あるじゃないですかだからもしかして何かしら意図的にそういうことをやってる可能性っていうのもありますからそういったものに備えて。 まあ過去の法則からですね考えられる一つのまあ可能性についてのまあ懸念ということでえお話しさせていただきました。まあ、あのまあリスナー様がこういった話を聞いてですね何か準備をされることが予防をされることがいいのではないかとそのお役に立てれば何よりですということで一応僕はですねえまあこの話を調べていてまあ水と塩はまあ少し用意しているということでえ今回はこのお話についてお伝えさせていただきました。2023年の11月の月 X デは11 1>, 1月の9日かもしれないということでご参考になっていただける点があれば何よりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今回はここで終わります。失礼いたします。